TBS ラジオ伊集院光とラジオと市川猿之助とおはようございます。今日はですね、伊集院さんとおしゃべりができるということで大変楽しみにしてきました。僕はずっと伊集院さんのラジオを聞いてました。それは伊集院光のオーデカナイトって、それ他局だっちゅうの。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。まさかの告白から始まったんですけども、今日のゲスト、歌舞伎俳優の四代目市川猿之助さんです。先日収録させてもらったんですけど、とにかく今ものすごく忙しくて、まあ当然半沢直樹の話もいっぱいするんですけど、やっぱりご本人なんでこんないっぱいバラエティ出てくれるのかっていうと、やっぱり歌舞伎をみんな見に来てほしい、歌舞伎を知ってほしいってこともあって、まあそのスケジュールの間を縫って収録来てくださって、歌舞伎の話、またあの尾上松也さんの時と一緒で、おすすめのどうかしてる歌舞伎を聞いたんですけど、どうかしてる歌舞伎ってさあ、この後歌舞伎俳優市川猿之助さんの登場です。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、四代目市川猿之助さんは東京都出身。1983年二代目市川亀次郎を名乗り初舞台。2012年に四代目市川猿之助を襲名。先代の猿之助さんが築き上げたスーパー歌舞伎を新たに展開し、2015年にはスーパー歌舞伎セカンド、ワンピースを上演し話題となりました。近年はドラマ、ブラックペアンや半沢直樹など映像分野でもご活躍されています。本日のゲストは歌舞伎俳優の四代目市川猿之助さんです。ということで、スタジオには四代目市川猿之助さんです。よろしくお願いします。東京中央銀行証券部部長伊佐山でございます。あ、空気変わっちゃうんで、変わっちゃう、急に空気変わっちゃうんで、いや、しかし実はね、連日クイズでお会いしたりとか、そうなんで続いてるんですよ、ね。そうですね、他局ですけど。で、そんな中だって歌舞伎も今真っ最中でしょ？はい。今、やっております、9月。ですよね。歌舞伎、はい。よくこんな番組受けてくれましたね。ありがとうございます。ラジオ世代ですもん。いや、だからさっきちょっと聞いて驚いたんですけど、オーデカナイト聞いたことあるんですか？毎週聞いてましたよ。すげえ恥ずかしいですよ。でもさ、他のコーナーでほとんどなんか事件起こしてますよ。なんだ、とんでもないから、とんでもない。いろんなとこで被いてまいりまして、結局赤坂の方に流れてまいりました。ね、だって、伊集院光のオーデカナイト、オーデ、いろんなパターンがあるの。俺、なんか一気に押されちゃって、ね、改めましてよろしくお願いいたします。まあ、やっぱりつかみはちょっとやっぱ半沢話に、ですね。なる、今はこのね、はい、なるんですけども、はい、なんでしょうね。何から聞く、竹内も半沢すげえ見てるし。どうぞ、何でもどうぞ。見てます。伊佐山部長って、2部の頭にもドーンって登場されて、うん、そう、このセカンドシーズン、はい、頭のファーストシーンが多分、そうです。ね、独白頃ですよね。ピスタチオ食いながら。まあ、台本で見て最初準備する、そうする段階ってどんな気持ちですか？いや、僕からでいいのっていうね。ああ、でも結果的にさっきちょっと竹内と話してたのは、うん、あの伊佐山部長があそこまで悪い方行ってくるじゃないですか。で、多分古田新太さんは抑えめの方行こうとか、うんうん、そうなんです。そうですよね。うん、で、そうすると大和田取締役もちょっと可愛い方も入れてみようかなみたいな。俺多分あの伊佐山部長の演技からいろいろバランス決まってきた。住み分けってことですよね。うんうんうん、だから、あの寄せと一緒ですよね。うん。ね、前の人が、あ、この話したな。あ、じゃあ俺はこれで行こうみたいな。多分。その場でパッパッと決めるんだと。それは、あうんの呼吸というか、あうんの話し合いとか特に俺はこうするから君はこうでとかそういうのはない。だからそれは僕があの、タイが出た時に、はい。中台先生が、中台先生が、
僕がバーッとセリフタッチがつぶやくんですよ。ああ。そうするともうそのあうんの曲呼吸が面白くて、はい、こっちがつぶやくタッチがバッと出たりとか。うわあ。話し合ってます。話し合ってます。それはなんかあのなんだろう楽し高度な楽しみですね。楽しみその演技の楽しみでもそれがなきゃ演劇やんないっていう。君こう出るでしょってだからギャンブルと一緒で勝つと分かってたら面白くない。じゃあ例えば自分がこういうまあまあドンってアプローチしたら。ははーん、引くのね、みたいな心の会話はある。あ、俺の予想と違った出方したと思って。へえ。僕は、その、前半の、猿之助さんが、伊佐山部長が大活躍してるくだりで一番好きだったシーンが、最後の最後に、まあ、膝から落ちて、ね。あの、やり込められるやりとりを、泣きながら見る、大和田っていう、うん、なんかかつての自分と、その自分を慕ってくれて波紋にした弟子が、死んでいく、ね、そうですよ。死んでいく様じゃないですか、なんか。うん、あそこは、僕の思う歌舞伎っぽい、いろんな感情の入り乱れるやつで。うんね、だからあれはもう、僕のらの演技を利用して、やっぱり大和田さんが、全部かっさらっていくってことでしょ。あの涙で。すごいですね。そういうこと。持ってったってなるんだ。うわ、あそこずっとスロービデオで見ながら解説してほしい。本当ですね。で、その後に今度半沢がメモを渡したはずですけどっていう時に、可愛い演技入れましたでしょ。うん、ね赤ちゃんみたいな。赤ちゃんみたいな。もらってないけどの顔入れましたでしょ。だからそこで半沢がやっぱかばってくれるっていうね。ああ。この人は本当に知らないのかもしれませんっていう。あのなんかシーンのいろんな立場の人、うん、ある意味美味しいところ取り合いだったりとか、ね、なんか感情の絡み合いみたいな面白いですね。だけどまあこっちはまあ香川さんがもう時間気にしなくてもう好きな演技をやった方がいいって言うんだけど、うんうんうん、北おじさんがずっと見てるからやっぱりちょっと大先輩が見てるとねあんまり自分の好き勝手もやっぱりできないかなって。でさらにはそれを占める監督がいるわけじゃないですか。監督はもうね、うん、ほんと自由にやってジャイさんはそうなんだ。そこやりすぎですみたいのはよっぽど違うと、うん、あそこはそうじゃない方がいいっていう言い方で。いやなんかわかんないけどこっちの勝手な意識としてもちろんねああい う芝居って全員のもんなんだろうけど、うん、今誰の場なのかすごいこう変わるものだから、うん、だから歌舞伎の世界でそれ言うと、うん、誰の場か分かってない時に自分が出過ぎたことあるとあの人舞台で行儀悪いねって言われる。だから先輩から言われるのはどんなに下手でもいいから行儀のいい芝居をしなさい。はあ、もし例えば今この人がはい。まあ、なんかやってる時に、後ろで余計な動きをしたら、観客がそこに目が行くから、あんた行儀悪いねって。ん？今この人に目が行ってんだったら、そこは、なるべく目立たないようにしなさいって。いや、なんかわかんないな。で、それがなんつうのかな。暗黙の了解と、その今誰の場なのかを読む力みたいなのが試されてて。それはでも伝統芸能そうですよね。そうなんですよ。行儀のいい、品のいい芝居し。あの、話家でもね、多分。わかります。なんつうのかね。老いたが過ぎたりとか。あ、そうそうそう。あの、面白い子が入ってきたねって悪い意味で言われる感じっていう、その、いっぱいギャグ足してるのを、なんとなく楽屋で聞いてて、なんかちょっと、もうかなり軽蔑された目で、面白い子が入ってきたねって言われるこの感じ。じゃあ、それこそ、例えばクイズ番組であったりとか、うん、バラエティ、他の場でもそういう意識っていうのをお持ちだったりとかするんですか？うん、やっぱり、この人がおしゃべりになってる時はあんまり言わない方がいいとか。僕はそれをすごい感じてて、Q 様っていう番組で、大体敵のチームなんですよ、いつも、うん。敵のチームなんだけど、もちろんね、高学歴、ものすごくクイズ知ってらっしゃるんですけど、それだけじゃない、何か、今ここはある意味俺ら歌舞伎って言葉をいたずらに使っちゃいけないのかもしれないけど、ここは吠えてほしいってところちゃんと吠えますでしょ。あのね、大体こうインテリチームに来るその役者さんたちとかはそれをやってくれないんですよ。やってやんないですね。だからもう僕は半沢出て芸人枠になっちゃったんですよ。来年あたりゲッツに並んでお前の負けとかやってからもしますよ。必ず挨拶代わりにサビローから入るみたいな。まあ僕はそれだと思ってますからね、うん、だってそれを求めてんだから求められてる時やるのが芸人だから。いやー、芸術家は求められてもやんないじゃないですか。でもやっぱり僕らって芸人だから。へー、前にね梅沢富美男さんがね、自分が嫉妬する人は誰ですかっていうインタビューがね、
当時亀次郎、猿之助さんの名前を挙げ てくださって、そう、あ、知ってます、あの時、うん、あの時本当可愛がってもらってるから、あ、そうなんですか、そもそも、うん、16歳で梅沢富美男さんが会った時から、あ、俺はこいつに抜かれるって思ってたっつって、うん、でも抜かれない、俺レモンかぶれないもん。レモンのあの、それコースが変わりました、それは。梅沢さんのコースが変わりましたから、そこは追っかけなくていいんですけど。黄色に塗れないもん。顔は白しか。逆に言うと、やっちゃいけないことなんですか？これはダメなんじゃない？これは。いや、ないんじゃないですか？その、お客様が認めてくれれば何だっていいと思う。お客さんが認めてくれなければダメでしょ。かなりアグレッシブにいろんなことやられますよね。だから結果が全てですよね。もうお客様に受け入れられるかどうか。うん、僕 DVD で持ってるんですけど、あのブルーマンっていうそのニューヨークの演劇集団がいいんですけど、やらせていただいて。そうなんですよ。ブルーマンと共演してるんですよ。これも亀次郎時代ですけども、うん、僕も一応そのちょっとだけ伝統芸能の世界にいたので、ああいうことをやる時のなんて向かい風絶対あるじゃないですか。やんなくていいっていう。そこ僕ちょっと耳があるから聞こえないんですよ。聞こえない。あーっつって、まあ、大体。でも、ブルーマンは歌舞伎の白塗り見てブルー塗ったんですって。うわー、じゃあそもそもじゃあ。そう、それでオファーが来た。へー。やってみてどうでした？あ、非常に難しかった。つまりね、うん、化粧をやりたいんだけども、うん、あ、じゃあ化粧できるまで音楽引っ張ってくださいって言うと、僕らは、音楽はもう完成されてるから、尺を伸ばすことはできない。はぁ、だから見計らいって僕ら言うじゃないですか。こう、やってて、はいはい、あ、じゃあもう適当に、はい、あ、もう終わりそうだなと思ったら終わりのパート、いや、じゃあもう一曲で完全だから、はぁ、この曲でしかできないってから、あの顔、まあ、ブルーマンのパフォーマンスに合わせて顔したんですけど、4箇所に分かれてやるわけですよ。今度こっち行って、って、あの、まあ、東西南北に、その時にもう、あの、時計置いといて、うわ、秒数見ながらやって、いや、これがね、要するにもう舞台上で、その歌舞伎の熊取り出来上がるまでを、見せたいわけですね。そう。あの、観客から僕らが引っ張られて、うん、まあ、素人だと思われて、それがいきなりバーンって歌舞伎の化粧をするっていうのを、あの、ライブでやりたいって言って。だけども、もう何秒何秒単位だから、これまでに終わってなきゃいけないって言って。で、それがずるいのはね、あれ、観客として見てると、歌舞伎の方がそういうことを柔軟じゃないと思い込んですよ。おそらく歌舞伎の方が合わせられない系で、うん、逆にブルーマンみたいな近代的なやつはいくらでもアドリブが効くと思い込んでるんですよ。ブルーマンほどアドリブの効かない。そうなんだ。あいつら逆なんだ。じゃああれはもう尺決まってるし、そう出来上がるタイミングも決まってるし、決まってたからもうそれを4等分して何秒までにこうやってる。こんな自由に見える。で逆に言うと歌舞伎の方は割とアクシデントが起こっても、周りはもうあうんで繋いでいくんですか。それは落語も一緒じゃないですか。はい、そうです、そうです。日本の芸能ってもうアクシデントに強いから。はい、はい、はい。はい、うん、そうです。今、いい言葉ですね。日本の芸能ってアクシデントに強いですよね。強いの、そう。素敵です。古典芸能ってそうなんですよね。うん、いい加減なんだよね。いい加減なんだよね。だから、あの、例えば4人いて1人が病欠、あの、本当に骨折したとかだと、うん、もう3人でやると、誰か1人代役入れなきゃいけないんですよ。でも歌舞伎ってのは1人亡くなると、うん、あ、じゃあこの、あのセリフ、あ、1人目の人に割って、あとは3人目の人に割れば、まあいなくても大丈夫。え、そんなこともできるんですか？そんなに大胆に。うん。あ、じゃあ俺もう、こう言おうかとか。え、ある意味そうなると、歌舞伎2の人は、おー、座ってきたね。あ、来たねって、それは。あ、そうなんだ。それは初めてです。で、そういうこと結構ありますよ、もう。ノロウイルスが流行った時に、はいはいはい、ある人がノロウイルスになっちゃったんですよ。はいはい、で急に代役言われた人は何一つわかんない。はい。それで僕と会話することがあったから、もう、その人不安だったから大丈夫大丈夫って出て行って、それで、ご主人、お前さんこういうことが言いたいんだろって言って全部僕は内容喋って、そしたらあっちはただ、ああ、そうですそうですって言ってるよっていう。面白いな。いや、落語もなんとかするんですけど、落語一人だから、むしろやりやすいんだよ。やりやすいね。相手がいないから。そうそう、途中でどっか寄り道しちゃえばいいわけだし、ある程度のアドリブもできちゃうんですけども、ジュゲームなんか100回読んじゃえばいいんだから、普通3回しか読まないところ、100回読めばなんとかなるんだけど、それを集団芸でやるのはすごいですね。いや、それはやっぱ生まれた時からも知ってる顔だから。そこか。それがやっぱり一座だし、うん、あと古典のもともと持ってる力みたいなのも、うん。この人はアクシデント弱いなとかね。この人強いなと思ったら強い人に振るとかね。うわぁ、じゃあ人間関係。そう。あとこの人はセリフ忘れたらこういう顔になるって分かれば、パッと見たとか、あ、この人分かんないなと思ったら助けるとかね。すごいね。一座の凄さですね。癖。
この人限界だっていじる限界来たと思ったら次の人行かないとっていう、うんうん、うわ面白いわ。例えば何がいいんですか、うーって言い出したらこの人はやばいと思ったらパッと助けるとか。なんかね、おすすめの歌舞伎を聞きたいんですよ。この歌舞伎をすげえぞっていう、なんかね、わかりやすいぞみたいな本はよくあるんです。だけどこの歌舞伎のこのシーンがすげえぞっていう、やっぱ鶴屋南北、あの、はい、四谷怪談か、はいはい、絶筆があるんですよ。あの、それを最後まで書き終えなくて、はい、金の際猿島代理、メモりますね。金の際、これ漢字が書けない、あと調べないと。金の、はい、金の五兵、あの兵、金の財、はい、金の財、猿島代理は猿島軍と書く、猿島軍と書いて、確かあの島があります、あ、あります、横須賀の方に、あの猿島、あれは平将門の話なんですよ。はい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 。でこれがね、はい、多分もう平の正門と藤原の住友の天行昌平の乱を題材にしてんですけど、実は実はなんですよ。正門だと思ってた人が実は違って、自分が、え、違ったんだと思ったら実はまた正門だったとか、もうどんでん返し、もどんでん返し連続なんだ。連続。え、それは伊佐山部長はどっちについてんだ、あの感じ、うん、あの感じが全員そうなの。生で全員誰の複数のやつなの。だから藤原住友と正門がお互い自分がそうだと思ったら親が来て実は違うんだ、みたいになって、実はそれがまた取り替え子だったりとか。もう見たい、もう見たい。いや、なんかこの間あの尾上松也さんがいらっしゃった時に何かありますかって聞いたら、芋洗い肝心帳、それを、はい、ダイジェクトで聞いたら、どうかしてるこれと思ってやっぱ見たくなっちゃって、いや今の、金の財猿島代理すごいですね。でそれは長くて、僕はその正門編ともう一つ清姫って道成寺伝説をやった、はいはいはい、それがすごいのは、ある一組のカップルに別々の男と女が、はい、あの惚れて、うん、振られて、うん、その一組のカップルに振られた同士が合体してたたるっていう。たたるんだ、たたるの、たたるの、すごいね。そこできちゃうまで、ね、お、昔その複雑な恋愛劇あるんだと思ったら、だからたたる、そのカップルに恨みのある男と女が、はいはい、面識ないんだけど、そのカップルに恨みがあるっていうことで一致して、はい、男と女が合体してその立たっちゃう。たたるの、すごいなー。うん、でまた何百年の間に残っちゃうものもあれば、つまんない部分は切られちゃったりとかするから、うん、だからいいもんだけは残ってるからですね。多分落語のお話もそうだと思います。やっぱり普遍的なものが残って、うん、はい、あまりにも時代に迎合しすぎたものが残んないっていう。でそうなんですよ。なんか古典って全部面白い垂れするんだけど、あの古典になるまでに死んじゃったやつをみんな知らないだけのことで、それ古典まで残ったやつは、それは打率高いですよね。そうそうそう、何百年って言ってブラッシュアップされてるから。今の人たちっていうのは、もう残るもんだけを作ろうとするからダメなんですよね。やっぱり、くだらないもんも作って、そういうのが削ぎ落とされていいもんが残ってるから、あまりにもなんか中心を狙いすぎるんだよ、ね。いや、だから、今のもちょっとすごくて、話としてすごくて、逆を言いがちじゃないですか。逆を言いがちで、もっと、なんつうのかな、意識の高いもの作れっていうんじゃなくて、俗なものを、そうそう、下手な鉄砲を外れちゃう、当たるみたいな。バンバン作って受けていくうちに変質していくものもあればっていうことか。いやー、伊佐山部長の迫力とまた違う迫力のあるお話になってますけど、CM 挟んでまだまだお話伺いたいと思っております。市川猿之助さんゲストです。伊集院光とラジオ。市川猿之助とフカヒレット。改めまして、今朝はゲストに歌舞伎俳優の四代目市川猿之助さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあその猿之助さんをお迎えするんでね、その市川猿之助についてとかも調べてかかるんですけどね。うん、市川猿之助というその名前、代々ある名前、うん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 、名前の使命みたいな。なんつうのかな、ないね、そんな。それはない、それはないの。僕は感じないだけで。でもなんか見てるとね、勝手にこっちは思っちゃうのは、あ、なんかそもそも、その、メインの人たちに対して、やったろうじゃねえかみたいな。で、代々そういう人が続いたからです。続いてるイメージで、うん。で、だってそこにワンピースやっちゃう人じゃないですか、また。あ、それはなんかその名前の持ってる何かなのかなって勝手に思っちゃったりするんですけど。あ、でもその名前の持ってるパワーってあるでしょうね。うん、こっちが思う思わない関係なしにっていう、うん、その名前が持ってる言霊みたいなね。なるほど、なるほど、うん、
それを俺はこの名前だからやろうってわけじゃないけれどもっていう何かがなんかあると、まあそういうものを信じればね。うん。うん、と思いますよ。え、ああいうこう、ワンピースの歌舞伎をやったり、はい、ブルーマンやったりとか、うん、あと三谷幸喜の歌舞伎やったりとか、はいはいはい、ああいうのはどういう気持ちで新しいことを。それがね、別にそんな新しいことやったろとかないですよ。面白いことやりたいってだけ。自分が。どういう時ワクワクします？もの作ってる時。だからもう初日が来ると飽きちゃうんだよ。あ、そこまでの過程が。作ってもう試行錯誤が楽しい。じゃあもう、初日開くとある意味確認じゃないけど。確認、あ、自分が計算した、あ、ここ笑った、ここ拍手来たとか、確認ですよね。答え合わせ。じゃあ、こうやったら客席こうなんじゃないかの時が一番。そうですね。だから予想して作ってるわけだから。でもなんかワンピースの歌舞伎なんてどういうお客さんが来るのかからあんま最初予想つかなそうじゃない。三世代。でか。おばあちゃん、息子、孫。おばあちゃんは歌舞伎見てみたいっていう。それ孫はワンピース見て。それで客席で、ワンピースの分かんないとこを孫が説明して、歌舞伎の分かんないとこをおばあさんが孫に説明するって。だからすごく、家族交流があった。もうやったぜっていう。やったぜっていう。あとは、コスプレしてる不安。あー。でも作るの相当難しくないですか？なんか、僕が普通にそういうことやろうと思ったら、ワンピースのパロディになるか、歌舞伎のパロディになるか。だから僕は知らなかったからよかった。ものすごい不安だったら、うん、もうちょっとの違いが許せないと思うんだよ。はい、ああ、これはもう漫画では違って。全く知らなかったから。よく引き受けましたね。全く知らない。ワンピースのファンだから始まったことじゃないんですか。あれを読み込んでたら俺、あ、できませんって言ったと思う。逆に。あの世界の素晴らしさを、まあ漫画読んで分かる。後付けで読めば分かるけど、うん、あまりにも恐れ多すぎて。へぇー。大掴みで始まって、うん、で、そのいろんな人と合わせていくうちに出来上がっていくのが、まあベストだったっていう。で、あれでった、みのすけくんとはやと、中村はやとは、ワンピース大好きだったから、うん、僕はその人に聞くわけ。これはどういうキャラクターで、これは許せるって言ったら、あ、まあそこまでは許せますとか、意見を聞いて。面白い。自分が好きで細かいディティールまで分かっちゃうと、おそらくパロディになっちゃうか、中途半端になっちゃうわけだ。それが、許せる許せないのジャッジだけは一応知ってるあなたがやってくれよっていうことだと、はぁ、面白い作り方だなぁ。そして一番その最新ので今まさにやってる最中の公演の話をきちんとしておきますが、じゃあ竹内君、お願いします。はい。現在歌舞伎座で上演中の9月大歌舞伎の第2部色模様ちょっと仮豆重ねに市川猿之助さんが出演されています。猿之助さんは少女重ね役です。共演は重ねと恋に落ちる少年の男性与右衛門役に松本幸四郎さん、他には中村隼人さん、そして中村鷹之助さんも出演されます。これアナウンサーすごいプレッシャーなのは、この色模様ちょっと仮豆っていうのがすげえこう失敗しそうなんですって。色彩と書いて色模様って他では読まないもんね。じゃあ間と書いてちょっとで、まあ刈豆で、色模様ちょっと仮豆、重ね。重ね。なんか自分も一応あらすじ入れてきましたけど、猿之助さんに説明してほしくなってる、さっきので。俺あんまり知らない、これ。嘘をつきなさい、中国で。いや、その与右衛門っていう人が、まあ、はい、お芝居の中の舞踊なんだけど、この頃お芝居やんなくて舞踊だけなんだけど、重ねとできちゃって子供をやるんだけど、重ねのお母さんともできてる。はい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 。それで全員殺すわけ。その重ねのお母さんのご主人。だから、重ねのお父さんも殺すし。うん、で、殺したことが、で、その重ねのお父さんの霊が重ね、娘にたたっちゃって、っていう、なんかもう本当に、ひどい話なんですよ。ほんとひどい話なんですけど。え、これ最初の、まあ、お芝居全体、今やってんのはお芝居全体なんですか？それ踊り、うん。もう踊りしか今あまりやりません。あ、そうなんですか。だから話で言うともうほんと触りぐらいしかやらないみたいなもんですよ。でもやっぱ意味わかってると楽しいですよ、その、見ててね。ね。でもなんか僕思うんですけど、諫山部長で多分、猿之助さんの印象を最初つけた人は、少女の役って多分逆に。そう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 。日頃どういう稽古してるんですか？稽古とトレーニングとか。何もしないですね。やっぱり幼少期の稽古が大事で。あ、そうなんだ。だってもう、ある程度年食ったら練習したって上手くならないでしょ。そういう、もっとなんかストイックな夢なのかな。いや、体よ、その、舞踊とか。
身体って頭脳ね、演技術とかセリフ術で頭脳を考えることは年取ってからでもできるけども、やっぱり体で覚え込む。だってスポーツ選手で少年からなった人っていないじゃないですか。大体子供の頃からやってる人が上手いだけで。わかります。ね。なんか多分、子供の頃やってブランカって戻った人は戻れても、うん、やってないで始める人はなかなかだよね。そう。だから頭脳なのか体なのか、その芸が、源が。それですよね。そうなってくるとやっぱり歌舞伎のお家の意味って結構ありますね。うん、やっぱりちっちゃい頃から純粋培養するっていう。ちっちゃい時からだと割と、空気みたいなものが洗脳ですよ。洗脳されるかどうかって。最初嫌だったですか？いや別に。だって他の子はやってないじゃないですか。だって嫌だったらやめていいって言われたから。それぐらいの緩さで始めてた。で、楽しかった。うん。だって別に歌舞伎に責任ないしね、僕。どういうこと？歌舞伎に責任ないし。結構俺たち勝手に思っちゃうのは、猿之助責任っていう感じするんですけど、そんなこともない。だってそんな僕の人生、そんな、縛られたくないもんね。楽しいから。楽しいからやるし。やってるし、求められるからやるし。だって楽しくなくてやってたら失礼でしょ。ない結構名言出てくるよね。楽しくなくてやってたら失礼。やってて、そんなもんお客様に見せてお金いただいたら失礼だもん。でも今このご時世で結構歌舞伎もやる側はすごい一生懸命対策してるんで。そうですね。4部制にして、すべてスタッフから楽屋の、あれ全部入れ替えです。あの噂本当なんですか？だからトカゲの尻尾切りじゃないけども、どっかがダメならその部だけ休めばいいことになって、だから全体に被害が及ばないようにしてるから、もちろんそれに対するリスクもお金もかけてるけども、もうそうかけてでも安心して見ていただきたいっていう、ただそれだけ。これ聞いた時びっくりして、4部制にして、うん、で、その全員もう演者の方入れ替えますからと。演者、大道具、表方、うん、全部入れ替える。で、楽屋もその都度消毒して、次のはもう、僕ら入れないんだもん、時間なんないと、表で待ってて。お客さんはちゃんと、その、椅子席を減らしたりとかしながらきちんと、うん、あれどうしてるんですか？おもたかやとか声は。禁止。禁止。うわ、そういう、でも、そうですよね。で、舞台の上は全部、歌う歌う人とか、マスク。して。しかも、抗菌仕様の。して。だから、それは相当なことだけど、それはやっぱりこの、伝統文化を、早く復活させて、お客さんに何にも考えずに見てもらいたいっていうことですね。うん、そうですね。さあ、ちょっとそこのご案内もきちんとしておいてください。はい。はい、9月大歌舞伎は、今月の26日まで、東京東銀座の歌舞伎座で上演中です。市川猿之助さんが出演されている第2部は午後1時40分からです。チケットのお問い合わせ、ご購入は、チケット本松竹。電話番号です。0570-000-489 0570-000-489 午前10時から午後5時まで受け付けています。そう、最後皆さんにお聞きするんですけど、はい、今後夢とか、それは趣味でもいいんですけど、挑戦してみたいこととかありますか？ないっすね。やっぱり大震災の後語るのってなんか傲慢だなっていう。なるほど、うん、だって未来あるとは限らないわけじゃん。夢語るってことはもう未来が絶対あると思ってるわけじゃん、うんうんうん、でも震災にあった人とかもう明日の予定が立たないじゃないですか。そこでやっぱり夢を語れるってことはやっぱり恵まれてるってことだから、うんうん、である意味夢を調子乗ってるってことですもんね。そういう意味じゃね。そうそう、来年こうしよう、再来年こうしようって、そう、それはちょっと感じますかね、うん。夢といえば東京中央銀行乗っ取りたよね。復活して復活してついに、ね、そんなの言ってると絶対すぐオファー来ますよ。来ない来ない、もう出向だもん。いや絶対あそこでの物語がもうまた始まりますからね。そうかな。でも本当に今日教わった歌舞伎ちゃんとメモ持って帰りますんでね、その金の財ね、はい、金の財猿島代理、猿島、うん、はい、絶筆ですから、ね、南北の。またいろんな新しいことも古いことも教えてください。ぜひ。はい。そしてクイズでもまた。クイズね。はい。クイズ適当したから。必ず敵なんですよね。でね、やたら個人戦ちょっと当たるんですよね。そうですね。叶わない。因縁の。何言ってるんですか。ということで、はい。今日のゲストは四代目市川猿之助さん、ありがとうございました。ありがとうございました。